お、ポールこれあるよ。いきましょう。第95回ランキングバトル敗者復活第1ブロック、1戦目ピーちゃん VS ラッキースター。ソルディ勝負から5秒ブーだ。ブーブランしていく。ピーちゃん強気ブーブラン、設置の隙を与えない。さあどうする。ここ投げて2位から2連覇をジャンプ A で潰しながら、これはもちろん裏ここにガードして、お玉2シー、ここでシールド。さて切り返したラッキースター。俺のターン。おーっと着地投げ、投げですか。ラッキースターいけんのか。スピーちゃんシールドしたらよかったが髪切りカウンターという。さあ来ました、二段構えってやつやな。クナゲ第2プレイ髪切り誇りで巻き込んで、おー暗い逃げってやつか。キックからカラス、もよ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 帰ってこない。体力5分。ピーちゃん堅実立ち回るがここで巻き込んだがコンボミス、地上くらい。うわこのラウンド持ってたのラッキースター。さてリプレイバックスで暗い逃げ、ジャンプイかぶっただけ。リプレイカラス、ジャンプビーは巻き込めない。いいえ刻んで A から A から髪切り解放通した。やるマジかよ、これ当たんじゃね。当たんねえな、しょうがなかった。今の解放でもうますぎやろ。第1ラウンドはラッキースター。第2ラウンド、さて JB からもよもよ後ろに下がる P ちゃん、基本的な設置対策は完璧というそんな立ち回り、これはしょうがない。髪切りタイムから減るな、個性緩すぎやろ。4100ヘビと違って髪切りだいぶ緩いな。中断 B5C を2回当てながらリプレイも挟むコンボ、スタンディング役。これリプレイみんな分かってくれてんのかな。最後は割り投げマザニーでの、おっと B 兄弟勝ったのは鉄、ユチーズが鉄。じゃあ B 兄弟1戦目三つ葉対アンジー、三つ葉さんとアンジーさん。さて A 兄弟見ていきましょう。敗仏第1ブロック2戦目、赤星 VS ラッキースター。さてこの対決ラッキースターここはプレゼント。今の 2A 根元ヒットから 2A5BBB2C とかうまくない。3500取って B5C JC ヘビがフォローにないが出しながら、とりあえず 5C 置きゃいいよみたいな、そんな 5C の振り方がうまい。これは繋がってないバンカー、うん、そういう折り返しは許しません。 5B 今の 5B はリスクがない。 B5C からカラス 3C で抜けたけど、わあ暗い逃げの格好になりながら中央 B5C 飛び道具シールドの後に B5C を合わせていく。発生早すぎバロバクナゲ姫。さてタクは B5C 避ける。いいね、ここああ最後はヘビ投げノーリスク。第1ラウンドラッキースター。第2ラウンド開幕からスパークを使っていくラッキー、入れ替えた。多分防衛体育先出しに対してジャンプ C で潰した。さて3500取ってゲナガード入れっぱ、折り返しながらだがここでヘビ投げ、ああいうところね全く逃さないのがさすがにすごい。達成、あーっと B 兄弟決まっている。勝ったのは三つ葉、では2位決定戦三つ葉 VS ポール、三つ葉 VS ポール B 兄弟で行います。さて赤星怒りのワンコンボ、ここはどうすんの。ダンクからこの連携どっち、表を前捨てで逃してしまう、やっちった。ここがグー投げ地面から、おお投げ地面 B5C やっちった剥がして B5C2 から EX しか、おおやりよる。わざわざ歩いたけどまだ間合いがい、まあ、いない。さて第3ラウンドゲナガード入れっぱ間に合った。体育ずらししながらだがここで上を逃さない空投げ、今の呼ぶがあの動き読んだら偉いな。ダング
からのこれ裏はいやー裏表にないで解放を合わせたけどその解放を呼んだ。さて大きな目キャラっぽいセットプレイゲランザクまだ残るね多分。さあどうする表タクさてリーチ高橋リーチ3試合目いきましょうピーチャー対赤星赤星としては勝って抜けたいいきましょう敗者復活第1ブロック3戦目赤星バザーズピーチャーさあ来ましたここで思いもよらぬところで選挙活動ピーチャーがラッキースターの選挙活動に協力できるのかまず大きでめおっと折り返し失敗生アームそこまでつけてないさて護衛隊空から西小堀ベッドここは様子見したが赤星は裏切りかあーホコリ EX ホコリノーマルだったんで繋がってないが BB ホコリから B 欲しい爆発しないここがいただいて B 兄弟勝ったのは雪町雪町はねポールごめん嘘白かったからついポールが勝って2通かあポール来ましたね B 兄弟の試合設定に戻します B 兄弟の試合設定に戻しますダウン取れないけどおたまきっと起きてみよゴービーもちろん誇り B クから BDC おっと剥がれないゲナガード潰しガード中段ガード怖いところから誇りで割っていく怖いところおたまいやータイム使っていった最後はね解放ギリギリまでケアしながら第1ラウンドはピーちゃん第2ラウンド三振これはね有利だよねガードさてショテコン赤押しインバリって出たリアムからの折り返し素直にいったさて1回成功おっとコンボミスうんそういう揺さぶりには暴れが強いゲナガードよう見てる避けて入れ替えながらガードした解放廊下やなしかしここは空裂けさて継続小木止めゲランタクこれで 1-1 さて第3ラウンド空対空からピーチャースかけていくおたまから初手小木止めおっとコンボミス褒めたらこれだよメルブラゼほんとねドイツもこいつもメルブラゼこれだ褒めたらこれおっと噛み合っただけおたまやった空がフローゲナじゃない冗談ガード B 越しこれだよ小技の外から B 越し、うん、コンボミスおおうええピーちゃんから十字ノーマルもちろん誇り誇りもう一個投げてああ2連覇を誘っていった2C フルコンこれはもう倒しきるかマジかよ勝ったのはピーチャー 2C というわけで抜けはラッキースターあこれはいいね待たせたかしらさていきましょう敗者復活第2ブロック1試合目ホールバーサス池町いや全国のね幼女ファンの皆様お待たせしております俺が待ってたレンバーサス白レン久々にね雪町がランバド来てくれたんでそれはそれで楽しいんですが俺としてはお互いクレセントを選択ここは表落ち初手はフリーズから裏表おー裏しかしコンボミスうまくつけ込んでいきたいがチキンガードしてしまって強引引きずり下ろしシールドスルーおそらく空投げ失敗やけどフリーズ型ね下段ガード下段ガード前捨てガードしたが裏表分からず羽地 ADC 第1ラウンド雪町進化運営嘘嘘ポール第2ラウンドキャラは違うんですが白がポールで黒が雪町あうまい
細かいところでテクニックを見せていく。潰して、さて雪町、こっから逆転のチャンスを伺っていきたい。クータイグワンコンシールドしてる。あうまい、ゴシージェシージェシー中段に解放合わせる。保険プレイしながら、めんどくせえこの位置関係、めんどくさい。おいしい空投げ失敗したところ、つけ込んだのは雪町。くるくる、はい、保険プレイしながら連続ガードか。 3C は当たっただけ。さて立ち回り、グラグラがあるのがね、グレゼント強いね。やっぱりワープ技、グラスグラスティータイム、あれで細かく揺さぶりをかけようと思ったらいける。あーこれは裏なんでシールドしてもいいことなかった。ポール逆転、表裏、裏。さて体力リーダーポール、下段通して裏表解放読み、いいね。裏表裏かと思ったら解放読み、おっとタイミング余りになる。おいしい。さて体力5分、受け身成功からのフリーズ、マジかよ。あーしかし最後はテイクフリーズ、最後は遠征か、遠征かの久々に言うたで。まずはポール 2-0、 いや確かここ入りたいな。さて敗仏第2ブロック2戦目、ポール VS もみやま。ポールがついにね、なんやろ、努力の成果に結果がついてきたという感じ。最近ハイフスの1戦目を 2-0 で勝って、2戦目はもみやま、メルブラ最高3勢もみやま、インバリーからデニシン、これは潰しは4でガードしたが、デニシン2ヒットなんで問題なしか。デニシン粘着表、フリーズフリーズ、第1ラウンドポール。さて第2ラウンド、まさか今更連対策できないとか言わないよね、もみやまさん。デニシー裏落ち、スパーク、ここはいやスパークに受け身取っちゃうかと。もみやま 3C からワンコン、スライドエアでずらして降りたが噛み合った。受け身取る、逃さない、もちろんフリーズ、 B フリーズ、タクは裏、背中上げての裏、EB からフルコンですね。ここ暴れて切り返すもみやま、ジャンプし、素直にジャンプし、ポールが勝利。さあ来ました、勝ったのはポール。ラッキーやけど臆するな、お、ま、今のお前やったらいける。いきましょう、第95回ランキングバトル決勝トーナメントベスト8第1戦、ラッキースター VS エフォーカー。エフォーカーがね、本当に純粋に自分を高めて高めて、そういうところが見れて僕は非常に嬉しいんですが、今ならラッキースターに対しても勝負になると俺は思う。臆せずに行ってもらいたい。だがここはまずは地対空総裁、難しいよね。アルタブで、ここも 5B 対空やっちゃった、ごめんごめん、空中戦闘どこでなかった、どこでなかった、ごめんごめんって。さあここボヨボヨ投げ抜け、ちゃんと入れている。しかし投げつかからカラス、ボヨボヨ刻み直し、リプレイカラス、エフォーカー我慢、我慢できない、いや我慢はしたけど、我慢したけど割れるのはちょっとって感じ。 EX ガード失敗、第1ラウンドラッキースター。第2ラウンド開幕、あー 2B 対空狙っていったが、ラッキースター折り返して上を行く。地上受け身、 5B が受け身に刺され、なんでここは投げて暴れた、あーなんだこれ、おいしいけど、いやーごめんごめん、もやもやまでなんかあると思ってんけどな、何もなかった。勝ったのラッキースター。はい2戦目、ラクちゃん対苦しんではないでしょうか。そこっすか、では見ていきましょう。メルティブラタクトレスアゲインカレントコード関西ランキングバトル準々決勝第2試合、ラクちゃん VS クラ。さあ開幕、さあラクちゃんが謎のメダパニダンスを踊って、さあじゃあクールタイプジャン A でカウンター取っていく。さあいつものコンボ決めて、
叩きつけ獣からいつもの起き攻め、どっち、ここはバンカーで切り返していく、ジャーシーカウンター、しゃがみ具合、さあこれは痛い、ゲージマックス寄って画面端、こらりくらりと攻め立てる、頑張る、クラガード硬い、しかしカモネこっから崩れて楽ちゃんのターン、受け身狩りバッチリ、殺しきらないが、さあじわりじわりとまとわりつく、最後は投げ、うますぎる、さあこうしのぎ切りたいが、楽ちゃんが見るとこ全て見ながらこうまとわりついていくのでなかなか抜けれない。2本目ジャニシで飛び込む、カモネガード、さあ投げ、さあガード頑張ると投げが飛んでくると、さあよくできてます、ネコロケ置いてカモネタク、だがしかしつなぎを見せたが、だがしかししっかりリカバリしている、投げてサイドネコロケおかわり、どうすのガード頑張る、あー抜けれない、穴がなさすぎる、さあメルティブラダー潰しのゲーム、しかし潰しを我慢してると投げが飛んでくると、さあよくできたゲーム、おこれは受け身狩りの EX フリーザーさんですが受けは通らない、対策はできてるんですが、いかんせん何もできない、させてもらえない、勝ったのは楽ちゃん、はい次無駄肉と静岡さん、対照的にも結構、はい、そうですね、では見ていきましょう、準々決勝第3試合、静岡 VS 無駄肉見ていきたいと思いますが、開幕距離を取って様子見からスタート、獣は置いてあるがどう使う、さあ獣消えて立ち回り戻る、さあ無駄肉はかなり出方を伺っている感じでかなり様子を見ている、さあ静岡はどこで切り出していくか、ゲージをちょこちょこ溜めて、ここで大会状況よく見ている、裏落ちはしっかりバックスで回避したが、ここで捕まる、さあ関手柔らかいので一気に半分近く持っていかれて赤い、さあこのまま公式球まであるぞ、あーバンカー読んで EX サッカイ、さあバンカーを読んだわけではないと思うんですが、じゃあ送らせての、ね、EX サッカイが確定費として、まずは無駄肉2本目ジャイカウンター、無駄肉状況判断が素晴らしい、さあ対する静岡逃げ出したいが端から逃げ出させてもらえない、裏地コッパーガード、さあこれがコーマの距離、どうすんの、ここで逃げる、しかし体力半分のりあれは大きすぎる、こっからどうすんの、距離を取ってジャンピカウンターにはならず、しかし無駄肉のプレッシャーが凄まじい、どこで通すか、ここでコモミス、おっと珍しいが投げ怪しい、さあ勝ったな無駄肉、はい次呼び出しておきます、鉄道ポールさん、そこまあ今回はうまくやったら無駄肉でしたって感じですね、いやもう一瞬あと2回喋るよ、さあ行きましょう、ベスト8第4戦ポール VS 鉄、ここはポールとしては貴重の時になりたい、メルブラサイコ3勢の1人鉄アルクエイドに対して若者ポールがどういう試合を見せてくれるか、鉄としてはマイペースマイペースに立ち回っていきたい、これ触り出しは許しません、そういうかぶせ直しは上見てるよと、対戦相手を見越した立ち回りというのも考えていきたい、そろそろ 5B からダウン取って木並みからゲージのプレッシャー、 5B の単発確認、しかし波動が出ない、アチョウの鉄にはよくあること、しかし 5B 単発確認、マジかよこいつ、そして対最後は中断だよな、大事なの鉄、このね単発確認に命をかけていくというこういう鉄のプレイスタイル映える、映えるよね、第2ラウンド JDC からプレッシャー与えていく、バックステでかわす、しかしもちろんポールのターン、だがここはガード仕切って空対空から巻き込みながらワンコンバックス、いい対応、裏ちょっとごまかし気味だけど、さてついにねじ込んだポール、連の置き攻め、熱波から大回目は投げ、無理せずワンコン、2回目も投げる、もちろんゲージあるんでフリーズ、
中段ガード、おーっとガードじゃない、昇竜が絡むった、あの中段暗い判定がない。タクは裏昇竜いくつで何とか脱出していく鉄避難で黒部とあー連は小さい。大力リーダーポール画面広く立ち回るが上りジャンプし釣れません。着地を取ってワンコン、おっとフルコン失敗、ジャンプシーカウント、これワンチャン来てるところが逆転してる、これが鉄、これはどっちが勝ってんのかな、まあ分かんないですけど。さあ見ていきましょう、準決勝第1試合、ラックちゃん VS ラッキースターソルティ、アチョーランバと伝統の一戦といっても過言ではないでしょう。さあかなりの数当たっていると思われるこの2人、さあ本日はどっちが持っていくのかといったところで、さあ開幕初手取っていくのはラッキーさだったが端から逃げられて立ち回り戻す、ここをシールド、ジャンプ 2C 多段なんですが、そこを単発のシールド取ってしっかり間がよう割ったね。さあキスパここで空中シールド、さあラクちゃんもやっていくスタイル、さあゲージマックス、さあ状況は一気に変わる、ここはわざと食らったのか、だがジャンピカウンター先端、さあ一気にまくって受け身狩り、さあまずはラクちゃん一気に流れを持っていく形、2本目ここはラキスは流れを持っていかれずに何とか取り返したいところだが、シールド、ま、だが今回割れず、おここで対策を見せていく、うますぎる。さあジャンシージャンシーと端に持ってって、さあラッキースハウス、だが抜けられてジャンプにしてカウンター取っていく、解放通らない、おここでなんとか逃げて、おここでもシードラッキースタイル、うますぎる反応の鬼、ワニ押し込んでヘビー、やばいヘビー、うわーこれがラッキースター。そうこのステージね、ちょっと筐体によってはかなり暗くなって設置技が迷彩になってしまって、さあラッキースターこういうところも持ってるのか、最終ラウンド、さあ開幕から一気にタイルグリードを持っていく、ワニ最終のヒット持ってる、ゲージマックス奥出すで、さあこれも計算の人、カラスからカラス、さあラクちゃんどうしのぐ、ガード硬い、いやー最後は投げ勝ったのはラッキースター、満足うますぎる。はい次無駄肉と鉄お願いします。すごくよく見えるからね、めっちゃ面白いはず。いいわ、さて見ていきましょう、準決勝第2試合、無駄肉 VS 鉄、キシマ VS アルクエード、もちろんお互いフルムーン同士でまだ2位目はノーマル、飛ばすジャンプハイジャンプに逃れながら中央、おっと 2C タイプ無理はしませんから、まずは触り出したが2段ジャンプ、触り出しを許さない、触り出し上を逃れる格好、お互いまだ無理はしていかない、体力リードはうーんワンコンボ入れ替わる、ゴムの状況ムダ肉の置き止め、回収から裏ロック系なんでね、裏が開く、そんな起き止め、いろいろあった、体力リードはムダ肉、ライダーノーマル、ジェミーカウンター、ここは追いかけた、さてここ極上度、まずは一回打撃タク、出し出ないスパーク、サーディアショー許しません、バクセ読んだけど被らない、バクセなんとか逃れた、あー裏からジャンプミー、おっと裏だったんでゴビーから一旦刻んで、ここはガードワンチャンあれでワンチャンワンチャンワンチャンエクイクス来た、ゴビーを刺したら鉄、いやー集中力やね、第1ラウンドは鉄、第2ラウンド第2ラウンド、まずは遠距離牽制を重ねていくがアーマーが潰れた、だからヒットスタンプかからずからコンボミス、むずいねあれは、
爆星、その立ち回りの爆星に差し込んでいく。ムダリング受け身成功。そして上りジャンプ A からドア褒めたらあかんよこれ。 5B から固める。このクレープ知ってるかみたい。そして中段意外と見えない。フルコンはミスというか諦めた状況でいいみたいな。ジャンプ C だがここで潰し剥がしてここまで。勝ったのは鉄。では見ていきましょう。さあ第95回関西ランキングバトル3位決定戦、ラクちゃん VS ムダニク。さあラクちゃん、ラッキーさんに惜しくも負けてしまいましたが、さあここは3位で収めたいといったところでしょうか。さあ対するムダニク、さあ惜しい試合をな惜しくも落としてしまったが、さあラクちゃんを崩したい。しかし開幕ラクちゃんが我慢して、さあやりたいことやって寝転げ置いてどうすんの。カモネガード投げて、もっと落とす。さあムダニクここから巻き返せるか。赤玉がいっぱいあるのでうますぎる。裏落ち、しっかりガード、ラクちゃんも見えてる。さあゲージをちょっと向かせで、おカウンター、真っ向で追いかけるのか。取り切ってまずラクちゃん、アクは割と体力リードもあったんで割と距離置くかなと思ったんですが見事に追いかけましたね。さあ裏落ちは、さあバックステで回避、聞いたぞ。さあ入れ剥がりがうまかったが、さあ単発以上になってしまって裏を持ってこく、うまい。しかもつないでる。さあこれはデンデン、はいゲージデンデン、カブとガミ、さあゲージ全部入ってしまったが、さあ状況を生かしたいが入れ替わる、投げて、さあ僕はラクちゃんの真骨頂。さあ崩れるのが先か投げられるのが先か、入れっぱがりやった。すげえちゃんと見てる。バッ、あーっと確定を止めなかった、ちょっと苦しい。猫を食らってあーっと投げを読んで、さあさすがに暴れる。さあムダニク1本取り返して、サーシュランド、さあゲージここでマックス発動、カブトガミ、さあいろいろあって、さあお互いゲージ入った状態でスタート、下くぐって、さあムダニク状況よく見ている。バックステジャムディシー、カウンターがタダになってしまって拾えない。おおジャージかぶして、カウンターヒットよりシールド、ラクシャもやっていく、投げて楽しいゲージ回収してからの固め、ここでイエッパー通す。さあ距離を離して猫が置いてあるが、すごいやり過ごし、猫ロケ投げる。さあラクシャ強気、さあムダニクが若干縮こまってる感じはするが、ゲージマックス受け身取る、これも通す。今日のムダニク持ってるぞ。さあ落下に通して裏落ち、ゲダンゲダンじゃなくて打撃通して、さあ黒猫置いてお茶を濁す、うますぎる。しかもさあムダニク落ち着け、入れっぱがり、ラクちゃんここでもしっかりしている。猫の毛置いてゲージがあるのでどこで使うか、ここで使っちゃうが、うわーしゃがみが冴える。どっち全部投げない、前面から投げる、おっミスってどうすんの。さあ崩しにかけたラクちゃんがここで取り、これからも何かもっと伸びるでしょう。さて見ていきましょう、これ楽しいやろな、いきましょう決勝第95回ランキングバトル決勝戦、鉄バーサスラッキースター。まずはフルムーンを選択したラッキースター 4C、 この位置はねさすがにアルケードが速くて地上戦も強いと言っても受からない距離、リーチの差はいかんでもしがたい。もやもや暗い逃げで OK、 おっとつなぎはうまかったんだが髪切りには通りません。投げて再一受け身、シールドカウンター、これはガード、ジャンプ C から抑え込んでいきたいがもよもよが邪魔すぎる。ジャンピーカウンター、空中ヒット見逃さない。クナゲ、さてタグ EB リプレイカラス、
して髪切り置きながらジャンピーの2発目当たってしまって首がガクってなったところに無防備ないで投げやとあれ。第1ラウンドラッキースター、第2ラウンドゴミ刺していく、だから距離が厳しい位置、ゴミ潰してこれダウンボーイ位置、ゲージがあるんでプレッシャーをかけていきたい鉄、この着地は取れない、我慢した、引きずるシーンセーフ、ブラッドギートで耐える、いやきついな、受け身を追いかけての空投げ、 JCJC 空投げ地面リレーリプレイ 4C 前捨てガード 5C 潰し、これ中断、いや難しい、タクは DB リプレイカラス、リプレイは入れっぱで耐えた、さて鉄勝負していきたい立ち回り、ゴミこれが鉄、ここまで鉄、しかしフォローした後衛から潰し、これはディレイ妥協でも OK だったと思うんだが最後投げる、だが勝負の立ち回りに戻して鉄も持ってきましたね、いちいち第3ラウンド、この集中力、ジェビーセンターからカルストは読んでいたガード、髪切りで保険プレイ、うわー間に合わない、あの鉄が差し込みに失敗する、これが立ち回りのきつさ、空中最中最中受け身結構ね大事ですね、ジャンプシーン空対空ジャンプ A で降りた、もよもよ連携表ガード、リプレイカラスでお茶を濁して上からジャンピーシーン、ゲラが通るサルフ仮装してないけどまあいいや、さあ2枚取ってイクスがなんだがジャンピーに集め、さらに 2B が通る、さてさてここ空投げリプレイカラス、リプレイ入れっぱつぶしカラス、JB、いやーここは下段タク勝ったのはラッキーストア、新鮮なうちにというわけで優勝はラッキースターソルティとなります、拍手。